まず僕ら若者プロジェクトの SDGs チーム、よろしくお願いいたします。ではまずはじめに僕らのチームで行ってきた課題っていうのは、イベントを企画するにあたって SDGs というテーマに対してメンバーが関心を持ったきっかけや、イベントを通して何がしたいかっていうのを、改めて議論するところから始めました。議論で上がったポイントとしては、SDGs カードゲームがやりたい、そしてイベントを通して2030年までに SDGs の目標達成するためには自分自身何ができるのかっていうのを、考えるきっかけにしてほしいっていうふうに話し合っていました。じゃあ自分たちがイベントを通してやりたいことは何なのかっていうのを話し合った中で、僕らが出した結論としてはSDGs を自分ごとと捉えてもらうことが大事だという結論に至りました。じゃあどうやったら自分ごとと捉えてもらえるんだろうっていう話し合いの中で、 SDGs を達成するためには、一人一人の行動が必要であって、やった方がいいより、やらないとまずいよねくらいの危機感も必要ではと感じました。とじゃあ自分ごととしてもらうためのアイデアとしては何が必要なのか、身近にできる SDGs に関連した行動が書かれたアクションカードを、自分たちがどういうアクションをするのかっていうのを記した、カードを作ることで実際にアクションに移ってもらえるんじゃないかなというふうな話し合いになりました。でアクションカードは行動に移すための、サポートグッズのような役割になっています。でアクションカードの具体的な意図としましては、と先ほども説明した通り、アクションカードには身近な人に挨拶をする、電気をこまめに消す、エコバッグ、マイボトルを使うなどが書かれてます。プラス、地域のイベントに参加するだったりとか、ハネピョン健康ポイントアプリを入れるとかだったりとか、大田区に親しみを持ってもらうっていうようなアクションプランカードも作っています。アクションカードの重要な役割としましては、イベントという一度の場面ではなくて、アクションカードを通してその後も継続的に行動してもらう、持続可能な行動を、してもらうっていうのが一番重要だと考えてます。で4つ目、イベント当日に向けて、イベントでは2030SDGs のカードゲームを前半で行って、後半にアクションカードを使用した振り返りを行います。でイベントで大事にすることは、イベントを通して SDGs を自分ごとと捉えてもらいたいっていうのがやっぱり、大事な最初の僕たちの願いとイベントの、達成事項がこういうふうにリンクして、カードゲームイベントとして、成立させながらそれを自分ごととして、捉えていってもらえるように、工夫して今回イベントを、成功させたいなと思っています。私は、日本大学の危機管理学部というところで、勉強していまして、で危機管理を学んでいく中で SDGs というものに興味を持って、こういう地域のイベントに参加しながら SDGs を学んでい、きたいなと思って、このイベントに参加することになりました。私自身ですね、今大田区に越してきて約1年半ぐらい経ったんですけれども、やっぱりこの地域で、どなたかとつながりながら、こういう小さい娘もいるので一緒になんかこの生活であったりとか活動したいなというふうに思って参加させていただいています。今もう社会人になって6年7年経ってるので、いい大人だなというふうに思いながらも、自分の本業がですね、不動産を扱っているというところもあって、いわゆる環境だったりとか、人々の生活をどう豊かにするかみたいなところを考えるときに、このテーマ、切っても切り離せないなというふうに考えています。あと自分自身やはり娘ができたというところもあってですね、自分のこと以上に20年後とか50年後とか、この子が大きくなった時に、今のいい環境だったりとか食べ物だったりとか、生活というところがですね、少しでも残ればいいなというふうに考えておりまして、このチームに参加させていただいております。今回 SDGs チームに入ったきっかけは、大学生の頃に SDGs を学んで、そこからやっぱり自分がこう30歳ぐらいになるっていう2030年に向けて自分自身が何ができるかっていうところと、あとは自分は大田区で生まれて、今大田区で仕事をしているんですけども、そういった中でその自分が暮らしている環境の中で、いろんな人と話し合いながら将来に向けて若い人たち同士でしゃべり合う環境っていうのが自分には大事かなと思って今参加させていただいています。これからもいろいろと勉強しながら
進めていければと思っています。以上です。 SDGs チームに参加している末広と言います。このプロジェクトには数年前に若者プロジェクトに参加してから継続して参加しています。 SDGs については自分自身知識があるというわけではなかったんですけれども、なんとなく SDGs という言葉を多く目にする中で、同世代の人が、なんとなくいいことというのは分かっていても、こう実際に周りの人がどう捉えているのか、同世代の人がどう思っているのかというところに興味があって参加しました。このチームで学んで、いろいろプロジェクトを企画していく中で、こう自分自身ではなかなか普段の生活で手一杯だと見えない部分も、他の人の意見を聞くと見え方が、普段の生活の中で見え方が変わる部分というのが多くありました。職場以外でこう継続的に学び合えるこうメンバーがいて、こうなんか自分の一つの居場所としてこうつながり合えて、こう社会問題、身近な問題、自分が普段感じたことについてこう真剣に笑わないで聞いてくれる、真剣に話し合える、批判しないでこうまっすぐに向き合えるメンバーと学び合えたことがすごく良かったなと思っています。はい、SDGs チームの柴原と申します。よろしくお願いします。このプロジェクト、SDGs チームに参加した時はですね、私自身は SDGs に詳しいとか、すごい知識があるとかいうわけではなかったんですけども、私の仕事がですね、いかに身近に感じてもらえるかっていうようなところを大事にしているようなところがありますので、こういった SDGs も身近になかなか身近に感じられないところもあると思うんですけども、そういったものを身近に感じてもらえるような、努力をしたいというか、そういった形で皆さん取り組んでいるというところがあったので、参加させていただきました。私自身 SDGs のことをなかなか身近に感じられるところもあれば感じられないところもあったんですけども、皆さんの意見を伺っていく中で、こういったことも SDGs につながっているんだというよう なところを、新たな発見があったりとか、議論を重ねていく中で様々なことを学んで、これなので、これからも、こういったプロジェクト参加していきたいなと思ってます。以上です。SDGs チームの長谷です。私がこのチームに参加した時は、SDGs っていう言葉は知ってるんですけれども、なかなか日常生活で取り組むことができてない自分がいたので、そこを変えたいと思って参加しました。チームで議論を重ねていくうちに、やっぱりそうですね、皆さんいろんな視点から物事を考えていらっしゃって、私自身もこんなことが SDGs につながるんだっていうすごく発見があったので、すごく勉強になりました。あとはそうですね、チームの人たちなんですけれども、自分の子供のために SDGs を考えたいとか、友人のために考えたいとか、この街を良くしていきたいとか、そういう、なんていうんですか、周りの人を大切に思って学習している姿を見て、すごく影響をもらいました。はい。こんな素敵な人たちが大田区に住んでいることを誇りに思います。今後もこういう活動を続けていきたいと思います。以上です。